ロックグループ解散コンサートの電話が殺到しパンク状態になりました。衝撃を受けた。ノリノリで魂の国と栄養を受けてる。愛してるぜ。 We are boy。 群馬が生んだ伝説のバンド多い。1981年に高崎市出身のメンバーを中心に結成。活動期間わずか6年ながら斬新なビジュアルと若者の心を捉える歌詞で80年代のロックシーンに革命を起こしました。絶頂期の解散宣言から35年、20代の自分が見てもかっけえ。ボーイは両親の青春であり私の青春です。今も変わらず若者を引きつけています。なぜ今もボーイの熱狂は冷めることがないのか。チェンジブロッサーの一世といつか30年かかりました。30年かかりました。もう深いのもありますあの段階で防御を真空パックされて、そのまま残ってたんですね。そのような理由はない。今回番組では、ゆかりの地高崎を巡り、その魅力を深掘りします。最後は、さらにメンバーの一人、高橋誠さんが活動について語りました。やっぱり一番濃かった時代っていうか、大切な時間だったと思いますけど、ね、今も愛され続けるボーイに浸る27分です。ボーイの魅力に迫るためある人物に協力を仰ぎました。群馬を代表するロックバンドローグのギタリスト香川誠さんです。ローグにしてます。そして4人にしてます。私佐野内と現在ラジオで高崎の魅力を発信しています。もう大変ですよその香川さん、実はギタリスト布袋寅泰さんの高校の後輩なんです。やってまいりました。香川さんと原口アナウンサーが向かったのはボーイが絶頂へと向かう序章となった高崎市文化会館。ボーイのジャスト・アイ・ヒーローというコンサートに呼ばれてきて以来です。何年ぶりですか？25年、6年、もっと。高校の6回公開の部長だった布袋さん、当時すでに異彩を放っていたそうです。下駄箱のところで僕らはこうスニーカーとかで彼の一人だけ一番上にロンドンブーツが寝てるんです。あ、今日来てるんで、ロンドンブーツ。そんな布袋さんに誘われた1986年のライブ、大ホールにはおよそ600人のファンが詰めかけました。ステージから見たらこっち右。あ、そんなことが覚えてるんですか？覚えてるから、セットを覚えてるからこっちからこう見た感じ、後輩から見てすげえぞ、すげえぞって、うん、舞台の一番上の方までセットが一日にこう蛍光管なんかガーッとこうあって、それが動いてるんだよね。これまでにない演出でボーイの世界観を打ち出したこの日、初めてライブビデオの撮影が行われ、パフォーマンスの高さが日本中に広まるきっかけになったんです。ここでいろいろターニングポイントになりましたね。そう思うんだよね。この衣装とか髪型とかも到底そのビートロックって言われてる人の形じゃないんだよ。
こいいもんね。かっこいいんだし、ずるいな。カラーさんが魅了されたライブパフォーマンス、メンバーは何を心がけていたのか。テレビ取材にあまり応じない高橋誠さんが語りました。かっこよく見せる、かっこいい音楽聴かせるっていうのは一番大事なことだから、うん、いやそんな意味がねえよ、うん、あの曲を作る本田さんとか音楽とかね、セミってやっぱりその人と違うっていうか独自のものっていうのはもう一番頭の頃からあったからね。何かに似てるとか似てなくて何にも似ないっていうそこはなんかオリジナルっていうのは絶対あったと思う。自分の立ち位置としてはね、ドラムってのはその場所から動けないから、まあニコニコ楽しく叩くっていうそういうのが一番大事かな。もちろんその6年間をこうやってきたことっていうのは言ってきた中でも、いや、やっぱ一番困った時代っていうか大切な時間だったと思いますよ。俺に変わるのバンドとかしてないと思う。だから唯一無二なんだっていうところは思ってるんだよね。こんにちは。ロックシーンに多大な影響を与えたボーイ、続いて向かったのは結成前にメンバーが才能を磨き合った場所です。今日ちょっといろいろ話を、よろしくお願いします。話を聞いたのはボーイ結成前に氷室京介さん、松井常松さんとバンドを組んでいた福田明さん、そして布袋さんも出入りしていた楽器店の田部井勉さんです。今日は氷室ですね、松井くんで。実は福田さん、幻のメンバーと言われています。ボーイの誘いは何でしょう。蹴ったボーイですね。なんで蹴ったのか。だから俺を見てもそうだね。もちろん当時の貴重なライブチケットが残っていました。入場料200円みんなチケットを手作りで作って手書きで書いて、ここはじゃあもう高崎のもうロックあるいはバンドやる人たちにとっては大事な場所というか、そういう当時から、そうですね、自分の中であるライブだったんで、やっぱチケットもそんなに高額にするわけじゃないし、そういうことで結構こう安く利用させてもらって助かりました。福田さんだからこそ知っているエピソードを教えてもらいました。当時ちょっと自分が好きだった子がボーカル教室からしたんですよ、うん、で、今ちょっとボーカル習いたいな、でもステージじゃ恥ずかしいし自分がちょっと付き合えないかって。そして2人でやったんですよね。あなたは福祉特急もバッチリだし、もう何も言うことないよ、まあ、あなたは入る必要ない。この場所で氷室さんや布袋さんはライブを開き腕を磨き合っていました。その後ボーイとして才能が開花、その背中を追いかけ群馬から続々とバンドが育っていきました。ボーイがパッと注目を見てから変わりました。もう高崎のギター人口ものすごいことになって、高崎のギター売り上げが日本一になったことも本当ですか。きっかけ作ったのがボーイだったんですよね。ただの全国じゃないじゃん、うん、もう頂点まで行ったり、これはその後に一気に与えた影響大きい。1987年、頂点まで上り詰めたボーイ、その年のクリスマスイブの解散宣言は日本中に衝撃を与えました。ユニティロックグループボーイの解散コンサートの電話予約が始まりましたが、全国から電話が殺到し、電話局の交換機が通常の容量を超えてパンク状態になりました。
翌年4月、ボーイは人気絶頂のまま解散したのです。解散35年が経つ今も熱烈な支持を受けるボーイ。数々のミュージシャンを分析してきた音楽評論家は、人気絶頂を受けてる解散だよね。いろんなこと言わなくてももったいないと一部ではね、もったいない真空パックされてる。そんなのもったいないでしょ。でただ回数を変えても、あの一番いい時が瞬間でいいというのが長くとか言ってるから、かっこよさしか残ってないっていう、そういう場合でないと思うんですよね。絶頂期の瞬間がまさに真空パックされた場所が高崎にありました。なるほど、こちらでございます。いいですね、これは。これも一部丸ごとボーイじゃないですか。これはあの実はまだ一部なんですよ。嘘。これは実は 20% ぐらい、これでボーイの T シャツ姿で登場したのは高山さん。ファン歴30年以上です。集めたグッズは2000点を超えているんだとか。これとこれが初めてのグッズなんです、ボーイ。それ30年かかりました。30年かかなり、あの大金を積んで手に入れたものもあるけど伺っているんですけど、それは何でしたか。それは、このレコードなんですけど、あんまり触りたくないですから。触りませんよ。この非売品の、それでも83で、オーマイジュリーでファニーボーイ、これ25枚で、一番初めてのオフィシャルポスター、それでも83。5年前に大阪から高崎に引っ越し、仕事も変えた高山さん。収集にかけた金額は家一軒分になるとか。メンバー手書きのセットリスト、めったに出回らない貴重な一品です。これもチケットなんで、こうさらにこちらのライブチケット、高山さんが言ったものではありません。実はファンになったのは解散後なんです。会場を集めていくんですよ。もう頭の中も見てないんですけど、僕放送ライブできるここなんですよ。ライブ行けなかったので、その全員を追いかけてる感じだから。なるほど。見れなかったら、僕見てたらここまで集めてなかったと思うんですよ。このパターンはビートルズとかね、そういうであるわけよ。だからそう、日本のファンで好きになって、で魚を持って行って、市場で行ってとか、グッズ集めてっていうパターンは聞いたことあるけど、ここで書いたんだ。夢はもう1年間を作り、記憶を引き継いでいくことだそうです。ボーイでフィルターを通して、群馬ってこんなに素晴らしい場所なんだ、この町からボーイが出たんだっていう、さらにボーイ向こうも見えるような施設なんかがあればね、もう最高ですね。今もファンから愛されるボーイ、メンバー自身も群馬に特別な思いがあったようです。俺も福島出身なんで、ツアー中とかに福島弁当とか結構ポンポン出ましたよね。出るから、そうするとそこを他の最後が知っとこうと、僕が今飽きたって感じになって、自分たちがしてさ、福島弁当さ、結構食べてえな、でさ、俺が出るっていうのが結構あって、あれお前らって治ってるじゃんみたいなさ、それでも一番チューブが何かっていうと、そのジョンバーの話が出てくるけど、誰かがいいとか言って、どうせ日本のミートみたいな話いうことを考えずに、次がセグマンタコソロ見たけど、これとんで一番選んでみたいな、そういうことをめっちゃめちゃ言ってました。だから皆さん好きなんだよ、地元は。